はい、皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいまして、ありがとうございます。本日2024年5月10日金曜日に収録しております。昨夜放送されました、Believe 第3話。今年の4月期のドラマの中で、まあ、現在のところ唯一、このほっこりカフェチャンネルで、毎週取り上げさせていただきまして、考察させていただいているドラマが、木村拓哉さん主演、テレビ朝日開局65周年記念作品と歌われております、まあ、大作ドラマ、Believe 君にかける橋です。で、今週は、2006年も18年前になるんですけども、まあ名作ドラマと読んでも間違いないと思います。志田未来さん主演、そしてまた重要な共演をされてます三浦春馬さん、お二人が素晴らしい役を、まあ、演じておられました。14歳の母を、まあ前編、後編、後編は脚本の、まあ、井上由美子さんとの、まあ、ロングインタビューの形で、まあ、取り上げさせていただきました。まあすごく長い動画ですので、また皆さんお時間のまあ、ご余裕のある時に、またゆっくりと前編、後編見ていただけたらなと思うんですけど、ここに来て、まあ、18年前の14歳の母を、まあ、なぜ取り上げさせていただいたかっていうのは、まあ、もちろん、三浦春馬さんが、まあ、重要な役で出演しておられるっていうのが、まあ、一番大きな理由で、今まで三浦春馬さん主演、また重要な役で出演しておられます、この、まあ、映画、そしてドラマを取り上げさせていただいてきたんですけど、しっかりと向き合って、まあ、前話を見返して、この14歳の母を取り上げてきたことがなかったので、なんかこう、心の中で今見なきゃ、今お話ししとかなきゃ、なんかそんな気持ちが、なんか5月に入ってすごく湧き上がってきまして、まあ、先週から今週全11話を見返させていただきまして、アップさせていただいた、前半をアップさせていただいた日の朝に、7月から始まります。今もほっこりカフェ、チャンネル見てくださっている皆さんのほとんどの方が、もうこのドラマのことで、なんかこうワクワクしておられるんではないかと思うんですけど、目黒蓮さん主演の海の始まりの情報解禁がありました。この海の始まりの、またプロデューサーをされている村瀬健さんが、その18年前に手掛けられた作品が14歳の母であります。なんかそのつながりがあるんですけども、そしてまたもう一つのなんか18年前と現在とのこうつながりで言いますと、この14歳の母を脚本されてます井上由美子さん、今回アップさせていただきました動画の後編では井上由美子さんと三浦春馬さんとのすごく貴重ななんか心のやりとり、言葉のやりとりがあるんですけども、その脚本の井上由美子さんのまあ現在手掛けられているのが、この昨夜第3話が放送されました木村拓哉さん主演のBelieve 君にかける橋なので、7月から始まる目黒蓮さんめめ主演の海の始まりとも、そしてまたこの Believe 君にかける橋とも、なんかどちらともなんかこの18年前の14歳の母とつながってるので、何かこうそんな見えない今糸、見えないつながり、なんかそんなものになんかこの堀さん、14歳の母を今しっかりと見てお話ししなさい、なんかそんな、なんかこう、インスピレーションが来たのではないかなと思っております。で、昨夜の第3話なんですけども、今回のまあ第3話で、まあ、脱走を林区長、陸くんの脱走を林区長が、まあ、手助けしてくださって、その陸くんも、まあ、ちょっと疑わしいな、この 100% 林区長のことを、まあ、信じたわけやないんやけども、まあ、今自分の一番大事なことは、まあ、この状況から、まあ、少しでも銃になって、証拠隠滅を逃れて、そしてまた奥さんとやっぱりこのしっかりと心と心の交流をしたいというところがあるので、林区長のことをまあ疑おうと思ったら、まあ疑う、救急車の中でいきなりおられた時は第2話で陸くんもびっくりしたんですけども、まあそれに乗っかって。まずはまあ脱走をしました。ただ第7肋骨っておっしゃってたかな。
骨折しているので、もう動きのたびに、あの高いところから飛び降りるところ、なんか見てる私たちにも、なんか痛みが伝わってくるような、ちょっとなんかこう、辛さがすごく伝わってきましたが、まあ、あの、林区長の、もうまあ、この補助に乗っかって、まずは脱走することができました。で、そこでまた一つ分かったのは、林区長が、まあ、その、なぜ、この助けるかというところであると、この、まあ、これも本当かどうかまだ現時点ではわからないんですけど、以前その勤めてた時にその受刑者が自分はまあ冤罪、自分は罪を犯してないっていうのをまあ主張されてる方がおられて、それがまああまりにもなんかこう真実のように感じたから、その林区長が以前まあその刑務官をされてる時にそれを上に言うたんやけども、一刑務官にそれを動かせる力はもちろんないです。でその受刑者が刑を終えてその出所した後に、その林区長、林刑務官の家にまあ逆恨みっていうことやと思うんですけども、俺があれだけ言ってたのに聞き届けなくれなかった、本当はもう林さんはちゃんと上には通そうと思ったんやけども、そんな力もなかったのに、まあ逆恨みということで、その林さんの家に放火をし、でご自身もここを開けられましたら、ものすごいやけどの跡を見せられた後に、実はもう奥さんを助けることができずに亡くなられた。で、もう自分がいよいよこの職業をあと1年で、まあ定年を迎えるにあたり、あれでよかったのかっていうことで、そしてなぜ助けるかっていうことは、贖罪だ。とおっしゃいます。まあ何かの自分の中の、まあ罪滅ぼしなんですけども、まあこの、原因と、そして今回、リク君を、なんか脱走を助けるというところと、さあ、なんかまあ、私も見てて、乗っかりかけながら、まあ、100%、だから脱走を助けるという、なんかところには、なんか繋がらへんので、どうなんやろうと思ってたら、その後、やっぱり、その第2話でも、誰に電話をしてはるんやろうな、っていう話をさせていただいて、第2話の、なんか、振り返った私の動画では、今の段階ではおそらく知事に電話してはるんじゃないかなと今思うんですけどって、まあ第2話の振り返りの動画でお話しさせていただいたんですけども、それもまだ現在のところはまあわからないので、この林区長のなんかこう思いっていうか、なんかこうどこに真意があるかっていうところは今のところまだ、掴めないでいるのがまあ現状だと思います。そしてまたこの林区長を務めて演じておられます上川隆也さんの演技が今回やっぱり出色素晴らしいと思います。1話で、まあ、いきなり、リク君に、存在を反省しなさい。って、私もあの1話を振り返った時に、なんでそんなこと言われなあかんやって、言いましたけど、まあ、このあたり、思いっきり振り切った演技をされてるので、まあ、かなり、まあ、1話から言ってるんですけど、龍神大橋が、まあ、落ちてしまうという、まあ、かなり思い切った設定で始まったドラマなんですけど、まあ、このドラマを、まあ、すごくリアリティのあるものに、こう、感じさせてくださる一つの大きな要因は、上川隆也さんの、この振り切った素晴らしい演技だと思います。そしてもう一人素晴らしい演技をされてるなと思ったのは、その上川隆也さんのその林区長の命令を受けて動いておられる宇崎刑務官を演じておられる方が、よく私このドラマでなんか仇役、憎まれ役みたいな役で、ようこの人確か出てはるなと思ったんですけど、調べたら尾上博之さんっていう方が宇崎刑務官、まあ主任を演じておられるんですけど、この方の演技、上川隆也さんと上川隆也さんのもう顔色を伺うように、その下で働いておられますこの宇崎刑務官、尾上博之さん、この二人の演技が、このドラマをかなりやっぱりグッと私たちをなんか憎たらしいんですけど、その分憎たらしいと思えば思うほどこのドラマに私たちを引き込んでくださると思いますので、最近まあ以前は何も考えずに、あ、この人ええ人やな、この人悪い人やな、この人なんでこんなことしはんやろ、憎たらしいなとか思ってたんですけど、なんかふとこう気づくと、この人憎たらしいな、嫌なやつやなと、そういう風になんか感情になるということは、その敵役、嫌な人の役をしておられる方の演技が
改めて素晴らしいなっていうのをなんかすごく気づきましたので、まあ今回上川隆也さんとこの尾上博之さん、この演技これからも私注目していきたいなと思っております。そして今回もう一つ一つ分かったことっていうのは、この自分の今追いかけてる事件とは別に、こっそりまあ龍神大橋の崩落事故を追いかけてる、黒木デカですけども、竹内涼真さんで、この竹内涼真さんが今までも大体一つのパターンの演技をされてて、まあその爽やかさみたいなものがなんか私たちのなんかこう伝わってきたと思うんですけど、今回かなりこれでなんか一皮二皮向けられるなんかその役者さんになられるのではないかなと思うぐらい、今回振り切ったこの竹内涼真さんも黒木刑事役、むちゃむちゃ私たちなんか、私はなんかすごくいい演技をしておられると思いますし、奥さん玲子さんを自宅の方まで行って話を聞いた時に、玲子さんからの質問を受けて、もう躊躇することなく、その龍神大橋の事故で亡くなった若松さん、若松は私の兄ですということをもう隠さずに言われます。でその、若松さん亡くなった方とこの黒木刑事、まあほぼお二役なので、まあ誰が見ても皆さん同じ似てるなと思われて、そういうふうに思われてると思うんですけども、幼い頃にまあ両親が離婚して、まあ離れて暮らしてたんやけどってあるんですけど、ですのでこのあたり、その離れて暮らしたその血のつながってる兄とこの黒木さんとのなんか絆みたいなところも、ここからここまでなんかこのまあ兄がこの事故で亡くなったことを追いかけられてるっていう奥には、そのお兄さんとのなんか絆みたいなところもここからまた明かしてくださってるのではないかなと思いますので、まあ今回の3話でなんかずっと1話から見させていただいて、わからないことがいっぱいあるんですけど、この若松さんと黒木刑事とのまあ本当にやっぱりまあ肉親兄弟やったっていうことがまあ分かったのが、まあ一番大きなことだったのではないかなと、思います。で、まあ、陸がヒロトに助けてもらって、まあ、なんとか、そしてまた林区長の助けもあって、逃げてるんですけども、ヒロトの、赤ちゃんを身ごもってる、そんな彼女のところを訪ねたら、助けてもらえるんやけども、まあ、実は残酷なことに、その外に出られた時に、もうパラッとこの冷静な顔して、髪をほどかれた、あの演技で、あれってなんか皆さん思われた方多いと思うんですけども、もう今はヒロト君とは気持ちが離れてて、そのリク君がうちの店に逃げ込んでるっていうことをまあ警察に通報して、またまた逃げるっていうところで、そしてまたなんとか逃げて、なんかこう黒木刑事もなんか楽しんでおられるようなこう感じに私は思えたんですけど、リク君とのやりとりというのを、そしてまた、玲子さんも、おそらく行くとしたら、龍神、大橋の落ちた、まあ、事故現場、工事現場に、あのあたりにいるやろうということで、まあ、そこで出会われたあたりで、この第3話が終わったなと思いますので、まあ、若松さんと黒木刑事の、まあ、関係性というのは今回分かりました。で、また、この林区長は、まだこの真意のところは、全く私も分からへんので、その逃がしたその理由を陸くんに言うたあたりも、まあ、事実やと思うんですけど、だからって言うて、陸くんを逃がすっていうことは、龍神大橋が落ちた本当の原因みたいなところを、陸くんを泳がすことによって、それを世の中に出そうとする人たちがおられて、それによって、それの、なんかこう、助けを、こう、指示を受けてされてるように思うので、もうもちろん若松さんがその規定に決められてた資材を使わなかったから強度が弱くて落ちたのは落ちたと思うんですけど、その奥にあるところがまだ今回のまた3話でもわからなかったので、またこれもまあ来週以降ぐーっと細かいところにも集中して見させていただきたいなと思うんですけど、とにかく肋骨が折れた
ったまま、逃走しておられるので、このやっぱり木村さんに私たちも感情移入してるから、その木村さんの痛みみたいなものをなんかすごく感じた第3話であったと思いますので、1話、2話、3話と、まあ、どんどんぐいぐいとドラマに引き込まれる、なんかそんな気持ちにならせていただきました。TVerでもまだ1話、2話、3話とも見逃し配信で見ることができますので、今からでもまあ TVerで全話まだ現時点では見ることができますので、ぜひまだBelieve 君にかける橋をまだチェックしておられない方は、今でしたらまだ3話とも見れますので、追いついていただけたらなと思っております。来週以降また奥さんとの言葉のやり取りの一つ一つ、なんかそのあたりもなんかすごくまた注目させていただきたいなと思っております。じゃあ昨夜第3話が放送されました。 Believe、君にかける橋、分かったところとまだまだ分からないところをちょっと整理させていただいて、まあ考察と言えるほど今日はなんかこう深読みはできなかったんですけども、まずは振り返らせていただいてお伝えさせていただきました。来週今日も楽しみにさせていただきたいと思います。それでは東京の方に行ってまいります。生まれてきてよかった、君と出会えたから。生まれてきてよかった、君と出会えたから。